白川です。2020年5月7日木曜日6時13分です。おはようございます。今日はドライブの予習の動画になります。何番目かな、88番目ぐらいかな。今日は、今現在阪神高速4号湾岸線から5号の湾岸線に入る予定です。南港ジャンクション、4号湾岸線から5号湾岸線、そろそろ切り替わるかな、もう切り替わったかな。はい、左下に見えておりませんね。カメラでは見えませんか。南港北の入り口です。はい、5号湾岸線、看板出てきました。5号湾岸線です。5号湾岸線、神戸方面行きですね。西向き。制限速度は湾岸線はずっと80キロです。この上を走っておるのが16号大阪高線ですね。この道路のまだ上っていうのがあるんですよ。この屋根の部分ね。この、 港大橋という橋は2階建てになっておりまして、下が5号湾岸線で、上が16号大阪高線です。制限速度80キロなんですが、ちょっと前の軽自動車がものすごく失速してるね、上り坂で。2人になったらこの動かれへんぐらいのスピード出るのかな、これ。70切れてるぐらいの感じですね。4月7日に発出された緊急事態宣言、そのまま延長となりました。5月31日まで今のところ延長になりました。これによってね、だいぶ、世界の情勢もそうなんですが、ちょっと日本もかなりやばいことになりそうです。4月7日から5月末までこの2ヶ月いっぱい自粛要請ということで、保証されずに営業活動とかその社会活動とかなるべくやめて、不要不急の外出はやめてくださいみたいなことなんですけれども、このたった2ヶ月でどれぐらいダメージ受けるんでしょうか。日本経済かなり失業者が伸びて、場合によっては27万人ぐらい自殺するというふうに伺っております。どんな年になるんでしょうね。今年は戦後、第二次世界大戦後一番ヤバい年と言われておるんですけれども、まもなく北港ジャンクションですね。と舞島、左が舞島です。湾岸舞島は
2025年の大阪万博の会場予定地ですね。はい、それを通り過ぎます。右の方に分岐取りました。右に取りまして、今度これを下る途中に左に分岐がございます。左に行くと、ユニバーサルシティ、ユニバーサルスタジオジャパンがある方に行きます。ここですね、ここ出口2つあるからご注意ください。手前の、左側がユニバーサルシティ出口、奥が島屋出口です。ユニバーサルスタジオジャパンは今進行方向に向かって右手にあるんですよね。ちょっと U ターンして、あのこの道路の下をくぐるような形でユニバーサルスタジオの方に行くかと思います。はい、奥の方の出口、これ島屋出口ですね。この出口出ますと北港通りといいまして、まあ、この花区、福島区抜けて北区の方に出ます。梅田の方、大阪梅田、ね、あっちの方に行きます。はい、島屋出口出なかったら、このまま松林寺川トンネル3569 3569m のトンネルです。制限速度50キロはやったかと思います。カーブがきついんですよね。きついカーブしばらく続きます。まもなく左からね、あの合流があるとすれば松林寺側入り口がね、分かりにくいところにあるんですよ、これ。裏道みたいなところにあります。はい、入り口合流です。制限速度50キロですね。6時21分になりました。出ますとこの花区のね、団地がいっぱい建ってるその住宅地に出てきます。大開き出口でした。はい、出口越えましてこのカーブ終わりますと3号神戸線に入ってきます。阪神高速2号、淀川左岸線はこの辺りまでですね。この先、あのきつい上り坂、きついカーブ、そしてきつい下り坂、それで合流しますと3号神戸線ですね。リビエジャンクション、
15% の下り坂かなりきついですよ。ご注意ください。わざわざ遠回りルートになっております。まあうちの会社の場合好きなように高速道路乗っていいんでね、阪神高速の11号池田線を通って終点まで行って中国道乗るっていう形が一番早いんですけど、まあ、豊中であったり大阪空港であったり、あの辺が大渋滞しているとかね、あと中国道も池田から宝塚までめちゃくちゃ混んでるとか、まあそういうことがあった時に裏道というか高速道路に頼らずになるべく早く中国道に乗りたいなみたいな時にこの道を使います。もう12分経ったか、ちょっと無駄やったね。こっからでもよかったね。まあいっか。まあ、淀川左岸線ご紹介しましたということで、これで一つ区切りで終わってしまってもいいけどね。大阪市内から中国宝塚インターを目指します。中国道宝塚インターですね。
7日ということで、ゴールデンウィーク明けましたから今日からお仕事のところはお仕事かもしれません。一応先ほどちらっとお伝えしたようにパンデミックで世界的に伝染病が蔓延しておるということで5月31日までは不要不急の外出はお控えくださいということで政府の方から緊急事態宣言が発出されております。学校もねお休みやったかと思います。国の命令じゃなくて要請なので都道府県なり、ね、教育委員会なりが責任を持って自分たちで判断してくださいということで政府の責任丸投げで学校を休みしてるもんですから学校始まってるところとまだお休み中のところとあるかと思います。本年2020年の混乱ぶりがどれぐらいの混乱ぶりかと言いますと世界標準に合わせて9月入学を導入しようかと言ってるぐらいあれです。普通日本は4月に年度の切り替えがありますので入学式卒業式も3月4月ねそのあたりなんですけれどもそれをまあ伝染病でお休み長いことお休みなんで勉強も遅れとってるしっていうことで9月を入学式にしてしまおうかぐらいのことを今本気で国会で話されておるようです。まあいろいろねいろんなしがらみが就職のしがらみであるとかまあいろいろございますので4月を9月にっていうのは簡単そうでなかなか難しいかと思いますけれども、尼崎西の合流先ほど合流がございました。そしてこのまま進みますと向こう側出口向こう側出口越えますと3車線が2車線になります。3号神戸線引き続き制限速度60キロで、ここはねちょっとカーブきついんで40キロではなく30キロですね。向こう側出口出口のカーブきついんですがこれだけではございません。出口出てすぐ合流が結構きついです。で私はそのきつい合流を一番右車線右折したいんで右車線に行かないといけないんでかなり難易度高いです。皆さんもご注意ください。ちょっと危ない合流になります。はい、見えてまいりました。片側3車線のこの広い道路国道43号線です。この道路を今から一番右車線まで車線変更したいと思います。見えてくれありがとう、こんにちは、ありがとう。はい、一番右車線来ました。鳴尾という交差点ですね。これを右折します。左手に見えとるレンガのやつが、向こう側は女子大学かな。阪神高速3号神戸線向こう側出口で降りましたが5号の湾岸線で来ますと鳴尾浜出口です。鳴尾浜出口出られて北向きに走ってくるとさっきの、鳴尾交差点に出てきます。それをさらに北向き5
国道43号線から国道2号線の方に行きます。国道2号線からね、まださらに北向きに乗用車は行けるようですが、ちょっと本日の車両は大型トレーラーなので、大型トレーラーで通れる道をご紹介いたします。あとね、大型トレーラー、これ今日乗ってる車は763,552キロ今現在走っております。ちょっとボロいんで、カメラの方振動がきついかもしれません。ご容赦ください。こうやって見ると朝の6時34分にしては車多いね。ゴールデンウィーク明けお仕事されるのかなみたいな、会社を休んでおられるところもあるやろうし、まあ仕事されているところもあるやろうし、やけれどもどうなんでしょうね。ゴールデンウィーク中はガラッガラでしたけどね、こんなに人通りのないゴールデンウィークを初めてやったかと思います。私はゴールデンウィーク仕事だったんで、ちょっとね、動画の方はねお休みさせて もらってたんですけれども、ちょっと編集とかがめんどくさいんでね、ちょっとお休みしてたんですけれども、右曲がりまして東向き大阪方面行き、大阪の方に向きました。向こう側が間もなく、ここの向こう側大橋西爪という交差点、これを曲がります。向こう側の西側を走ります。自転車が見えない方に入りました。ミラー温まって当たるんですよ。県道114号、一応基本的に兵庫県尼崎市も西宮市も伊丹市も大概基本的な制限速度40キロです。スピード出せるところは50キロ60キロになってるんですけれども、基本的に市内全域40キロと書いてございます。
信号待ちの間コーヒー飲ませていただきます。この道路あの交通量多いんですけれども、山手幹線という道路が交わっております。この山手幹線右に曲がってしばらく行きますと、あの名神山ヶ崎インターなんかがございます。まあ、他にもいろいろあるんですけれども、とりあえずご紹介はそんなところで、狭いんですよ。あんまりね、センターライン寄るとたまに見かけます。乗用車同士でね、サイドのミラーぶつかってミラーパリンと割れて事故してるわみたいな、そんなたまに見かけます。もちろんトラック同士もセンターライン踏んだら当たりますんで、ご注意ください。当たらないでください。なんていうんだろうな、すごい今満開ですね。あとこの向こう側土手沿いを走ってて、この景色見ながら思い出しましたけれども、不要不急の外出は控えてくださいということであれなんですけれども、この河川敷ね、結構サッカーしてたり軟式テニスしてたり、家の中でじっとしてられない人が賑わってるのを多く見かけました。今日もね、朝のまだ6時41分ですけれども、かなりマラソンみたいな走っておられる方と散歩されておられる方非常に多いですね。家の中でじっとしておられない人が出歩いておったかなと思います。あとね、スーパーマーケットとかガソリンスタンドとかはかなり混み合っております。まあ、外出自粛するって言っても、生活に必要なものはね、やっぱり買い物行かんといかんので仕方ないですよね。はい、ここです。ちょっとここはポイントですよ。地面に宝塚と書いてるでしょ。この宝塚と書いてる方に行ってください。右に降りていきます。行けないことないんですよ。この先ボーっとしててもまっすぐ行っちゃってもいいんですけれども、国道171ですね、171号線に出ます。こっからね、300メーター先ぐらい、この信号の次の信号が国道171号線、神戸橋という交差点なんですけれども、まあ、171を大阪方面右に曲がってちょろっと行って、尼崩線って言ってね、尼崎から宝塚を結んでる尼崩線っていうところを走ればまた同じとこ出てくるんですけれども、
6時43分になりました。橋北という交差点信号待ち中です。この先がね、対向車線はそうでもないんですけれども、私が今から走る方は左手がもう木がうっそうと茂っておって、ものすごく張り出してるんで危ないんですよね。乗用車はそんなに圧迫感ないかもしらんけど、トラックとかはね、左に寄ると木に当たるのでご注意ください。わあ、チャリンコもね、これ河川敷の方走ってくれたらいいんやけど、対向車線走ったらかもんね。こちゃくどこみたいな顔してんの。はい、左手が金村義明さんの出身校、報徳学園ですね。報徳学園高校です。金村義明さんの前に私のいとこも報徳学園ですね。報徳学園で私のいとこも野球しておりました。今は自衛隊の偉いさんです。県道114号線川沿いは間もなく終わります。ミラー畳んだまま走ってたんでちょっと元に戻しました。はい、仁川口橋かな、曲がります。万代のスーパーができたんですよ。で、仁川霊園やったっけ、なんかお墓がありますね。阪神競馬場にご用の方はこのまままっすぐでよかったかと思います。住宅地っぽいから通ったらあかんのかな。長いこと言ってないんですよ、阪神競馬場もね。あれや、待ちかねタンフリーザとかね、ライスシャワーとかあんなんがいたときに阪神競馬場に来ましたけどね。ちょっと裏道みたいな道なので、まあ、裏道っちゅうほどでもないんですけれども、まあ、こうやってね、大型トレーラーが通るようなところ裏道って言うかどうか分かりませんが、薬屋ができてるやん。
こういうことがあるからたまにねこうやってあの普段使わへん道も通ってみるんですよね。やっぱね薬屋ができてる、オープンしてんのかなこれ。近日オープンでまだオープンしてないですね。オープン予定です。はい、でこの左吉野家が角にございます。この高松町という交差点、これを右に曲がります。左に曲がったらあの仁川の方にまた阪神競馬場の方に行く感じですけど、乗用車とかねまっすぐ行けるかもしれないけど、ちょっと大型トレーラー的には住宅地入っていきたくないので曲がります。よいしょ。新橋町の交差点ですね。これ左曲がります。曲がらなくても行けるんですけど曲がります。この金井町の交差点交わっておりますのは天保線ですね。県道42号です。宝塚と天ヶ崎を結んでおる天保線という道路、県道42号。川沿い走らずにこの天保線というのをピャーと来てもいいんですけどね。まあそれが一番分かりやすいんですけど、あの右曲がったり左曲がったりしなくて道一本なんでね。ただちょっと信号が多いとか交通量が多いとかいろいろあって、あの川沿い来るとこでスムーズに来るよみたいな感じですけれども、まあ川沿いはねシュッと来るんですけれども、阪神競馬場の近所あたりぐらいから混み始めまして、この今この信号待ちしておる、こっから先もまた混むんですよ。あの中国道乗るまでに、入り口までにね。52分、通勤時間帯の割にもガラッガラですね。普段こんな時間通れたもんじゃないんですけどね。ゴールデンウィーク明けということで、平日ということでちょっと変な渋滞、あの通勤渋滞が恐ろしいかなと覚悟してたんですけれども、まあ恐れるほどの、恐れていたほどのものではございません。ものではございませんというかガラガラです。普段もうこの辺繋がって動かないぐらい繋がってるんですけどね、日中なんかはね。ここからあと1キロぐらいかな、高速道路入り口までもうすぐなんですけれども、あとすぐっていうのがこれが30分ぐらいかかったりするんですよね。今まで裏道みたいなところ通ってシュッと来たのに、こんなところで数百メーター進むのに何分かかってんねんっていうぐらいの渋
態がまたイライラするんですけれども、はい、今のところでね、さっきの交差点で1車線になりました。2車線が1車線になるんで、これもまた混むんですよね。これのせいで混むというかね、この左側のガードレールみたいなやつ、これのっけて2車線にしてほしいですけどね。まあどうせ2車線にしてもここで2車線になるんですけれども、この交差点から対面通行になります。対面通行になってすぐですね、なってすぐ、そこの信号で右側に登っていきますと宝塚インター入り口となります。オバマ南ここから宝塚インター入り口です。宝塚インターの裏口みたいな感じですね。表口は国道176号線にございます。これ裏口です。浜方線から入ってくる道と二通りあるんですけど、右側が、大阪方面行き中国道ですね。左側が、岡山広島方面行きとなっております。私は左側西行き岡山方面行き乗りました。
そんなことになってくるんですけれども、はい、宝塚西トンネル、この辺りは下ってるんですよ。20キロポスト下り坂です。スピードの出過ぎにご注意ください。さっきの宝塚東トンネルも登ってると言われなければ、その予習していかなければ、ぼーっと走ってたら必ず失速すると思います。車線変更して左側追い抜きみたいな、追い越しみたいな、そういう違反行為するんやったら、ね、左側から抜かれるもんの身になったら、ライトもつけてへんやつが左から来たら車線変更した時に接触する可能性はあるかなみたいな、ああいうのが事故の原因を作ったりするんで、ね、面倒くさがらずにっていうか、ライトつけてないわ、左側から追い越しするわで、いろいろ合わせ技でね、ああいうのが一番立ち悪いんですけれどもね、まあ日頃皆さん 見慣れた光景かもしれないですけど、ご注意ください。23キロポスト超えました。まもなく、西宮ラジオのサービスエリアですね、まあ、レストランもガソリンスタンドもございます。ちょっとサービスエリア、スペース狭いもんですから、ここじゃなくてもう一個次まで行けるよっていう余裕のある方は次まで行かれた方がいいかもしれません。狭いパーキングエリアですが、利用者がかなり多いんですよ。で、大変いつも混み合ってて止めれない時も結構ありますので、もうどうしてもここで止めたいっていう方はともかく、月のパーキングエリアまで行くと結構スペース広いもんですから、ゆっくりできるかと思いますけどね。左手、西宮ラジオサービスエリアの出口です。 24.4 キロポスト、
も荷物満タンに積みますとね、あの60キロくらいまで失速するから、やっぱり途半車線行くんですけどね。26キロポスト制限速度80キロです。はい、看板でご覧の通りに、この3車線目ですね、まあ、私が走っている車線は一応トラック の通行帯になってますので、まあ、なるべく乗用車の方は真ん中車線走られてください。西宮山口ジャンクション 500m、 西宮山口ジャンクションからは阪神高速7号北神戸線に分岐します。まあ、神戸6号の山を抜けて神戸市街まで降りていくこともできます。西宮山口ジャンクション 27.2 キロポスト7時5分です。車線が終わります。前ね、この途半車線すごい嫌な目したんですわ。途半車線で道譲ったらね、ずーっと2キロぐらいにわたってずーっと横並ばれっぱなしでね、抜くんやったら抜いてくれたらいいんやけど、いつまでも車線変更できんで、途半車線終わりやけどまだボーっと並んでるわと思って、最後ブレーキ踏んで右側入りましたけれど、ああいうことも珍しいことじゃないので、あんまり失速してないんであれば道なんか譲りたくないなというか、途半車線入りたくないなと思いますよね。本線復帰のだから進路妨害してるっていうこと、そんなこともちょっともう考えてくれたらいいんですけれども、ね、周りを見て運転されてくださいね。皆さんが悪いよっていうよりはそういう車かなり多いんですよね。途半車線入って道譲ってしまったら二度と戻れなくなるみたいなね、道塞がれてしまって、こっちも 10m 以上 の長い車なんで、乗用車みたいに隙間にシュッと入るっていう、そういうわけにいかないんでね、指示器出しとっても知らん顔してずっとね、横並ばれてしまってもどうしようもなかったですね、あれは。はい、間もなく西宮北出口、いやインター出口です。西宮北インター国道176号線やったかなの近くに出ます。国道176に直接は出ないんですけども、 2,300m 信号2つ分ぐらい入ったところに出ます。30キロポスト7時7分。1.1 キロほどで、神戸ジャンクションかな。3車線が中国道舞鶴道方面ですね。でこの一番左側車線のみ、ちょっと色が違うでしょ、この車線のみが山陽道、山陽道に加えて新たに新名神できました。新名神行く方もこっちです。4車線ある中で一番左車線だけが、山陽道の方に行きます。でちょっとここまた色分かれてるんですけれども、山陽道岡山方面行く方は左車線、私はちょっと新名神の方入りますので、右車線、ここですね、神戸ジャンクション2回目の分岐、左側が山陽道、右側が新名神となっております。
します。今のはまず山陽道からの合流かな。こっちが山陽道かな。新名神っていつできたかな、何年ぐらい経つかな。一応私のこのカーナビには入っておりません。入ってないので、あの謎のところを進んでる感じですね。カーナビも右や左や言わなくなりました。はい、新名神 148.6 キロポストになってましたね。ちょっとどっから、その100キロもないんですよね、全長が。今の神戸ジャンクションから高槻ジャンクションまでの間、せいぜいそうですね、30キロぐらいじゃないでしょうか。148でどっから148なの、すいません、ちょっとその辺は分かりません。分からないので読まんとこうか。 148.1 キロポストでしたけど、148減っていくようですね、どんどんね。道場トンネル 570m 減っていく向こうに向かって、あ、そうか、148、これ、そしたら三重県の亀山とかあっちの方がゼロかと思います。150キロぐらいでしょう。神戸から150キロで三重まで行くかどうかちょっと分からんけれども、繋がってんのかな。高槻で一回切れるような刑事バイパス入んの。そして滋賀のあたりからまた新名神入ってって、どういう148キロかちょっと分からないですけど、はい、7時11分になりました。動画長くなったね。58分か。1時間ぐらいでやめたいね。そろそろ切りましょうか。宝塚北サービスエリア5キロ、川西まで14キロ、美濃とどろみ20キロ、京都まで64キロです。北サービスエリアは、スマートインターになっておりまして、ものすごい山の中なんですけれども降りることができます。こんなとこ降りてどこ行くんやろっていう感じするんですけれどもね。146キロポストどんどん減っていきます。とどろみまで15分、高槻まで30分、京都南まで45分、最後の最後噛みまくりですね。もうそろそろ1時間なんで切らせていただこうかと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。噛み噛みやけども、ご視聴ありがとうございました。失礼します。7時12分です。ありがとうございました。